聖高チ立草は、菊科、秋の麒麟草属の多年草である。日本では大萩とも呼ばれる。茎を乾燥したものは、萩の代用としてすだれなどの材料に利用される。聖高チ立草の花北アメリカ原産で、日本では切り花用の干渉植物として導入された菊科植物であり、ススキなどの在来種と競合する。11月頃まで開花している。 河原や空き地などに群生し、高さは1から2.5メートル、よく超えた土地では3.5から4.5メートル程度にもなる。茎は、下の方ではほとんど枝分かれがなく、先の方で花をつける枝を多数出す。花は、秋で、濃厚色の小さな花を多くつける。種子だけでなく地下茎でも増える。アレロパシーを有する。日本における、分布状況は、 北海道の一部から沖縄までとなっており、一部調査で北限の変化が確認されたことから繁殖域が北上している可能性がある。同時期に増えた気化植物の豚草と時折間違われ花粉症の原因だと言われるが別の植物である。英語ではカナダゴールデンロット、カナディアンゴールデンロット、レートゴールデンロット、トールゴールデンロットなどという。 秋のキリン相続の植物を総称して、ゴールデンロッドと呼ばれるが、聖高淡立草の原産地である北アメリカ大陸の北中部では、単にゴールデンロッドというと、聖高淡立草を指すことが多い。これらの地域では、密源植物としても重要である。カナダアメリカメキシコ北部の至るところに生えている。学名は、ソラダゴカナデンシスである。ただし、 ソラダゴカナデンシスと呼称されている植物は、現代の分子系統学的研究でゲノムを解析した結果、ソラダゴアルティシマや、ソラダゴアンサラプアゲナなど、複数の種を内在していることが分かっており、つまり、主複合体である。日本のセタカアワダ地層は、ソラダゴカナデンシス主複合体の中では、ソラダゴアルティシマではないかとされている。 境界の前に作成聖高泡立ち総背の高くなる多年生総本地下径を伸ばしてよく増え、大きな群落を作る。背は高く1から2メートルに達する。葉は茎に沿って多数が密生してつき、皮身型で先端は伸びて尖り、長さ6から13センチメートル、幅1から2センチメートル。葉脈は主脈と一体の側脈、計3本の脈が目立つ。 また茎や葉の全体に短くて、硬い毛が多く、手触りがザラついている。ロゼットで越冬する。花は10から11月に咲く。花序は全体としては円錐花序となり、個々の枝は小さな頭花を相上に多数つけ、そのような横柄が主軸に対して直角に近い大きな角度をなして広がる。つまり主軸が上に伸びるのに対し、 多数の花をつけた横絵が水平に近い方向へ伸びる。双方は、長さ3.2から5ミリメートル。絶妙花の花冠は、長さ4ミリメートル。やはり、気化植物のオアワちチソでエス。ギガンテアバリエーション。リオフィラは、本種に似ているが全体に毛がない。また、開花は、やや早くて7から9月である。同族の日本産のものに、秋のキリンソエスバーガーヤがあり、これは、 変異に富む種で複数の変異を含み、一部は別種とされることもあるが、総じて小型で背丈は大きくても80センチメートル程度である。また果樹は枝が広がらず、花数ははるかに少なく、個々の花はより大きい。日本国内への移入は明治時代末期に園芸目的で持ち込まれ、昭和の初めにはすでに木化が知られているとの記述が、薪の日本植物図鑑にある。 その存在が目立つようになったのは、第二次世界大戦後で、アメリカ軍の輸入物資についていた種子によるもの等が、拡大起因とされており、昭和40年代以降には、全国、沖縄県へも侵入しているが、沖縄本島や久米島などの一部地域で小規模な、繁栄に止まっている。かつては、環境的要請が高いことから、養蜂家に注目され、養蜂家の自家栽培などによって、 増殖や配布が行われた。外来生物法により要注意外来生物に指定されているほか、日本生態学会によって日本の侵略的外来種ワースト100にも選ばれている。昭和40年代に日本で生田川和田地層が社会問題となった理由として、戦後の減誕政策によって急校殿となった土地に今まで見たことのない外来種の大きい草が、 突然いっぱい入ってきたという他に、当時は、気管自然息や、花粉症の元凶だと誤解されていたことも、一因であったが、聖高泡立ち草は、中媒下で、風媒毛ではないので、花粉の生成量は少ない上に比較的重く、形状も風で飛ぶのには不適であるため、無関係と考えられている。昭和40年代の繁殖状況は、アレロパシー効果で、 ス,スキトウソの土地に繁殖していた植物を駆逐し、モグラやネズミが長年生息している領域で肥料となる成分が多量蓄積していた地下約50センチメートルの深さまで根を伸ばす生態であったので、そこにある養分を多量に取り込んだ結果性が高くなり、平屋の民家が押しつぶされそうに見えるほどの勢いがあった。しかし、平成に入る頃には、 その領域に生息していたモグラやネズミが駆除されてきたことによって希少化し土壌に肥料成分が蓄えられなくなりまた蓄積されていた肥料成分を多方使ってしまったこと自らのアレロパシー効果により種子の発芽率が抑えられる等の理由により派手な繁殖が少なくなりつつありそれほど背の高くないものが多くなっているまた天敵の群馬屋がうどんこ病が時を 同じくして北米から日本に侵入し、それらへの抵抗性が低下していた日本個体軍は大打撃を受けてしまった。聖高和立草の勢いが衰えてきた土地には、ススキなどの植物が再び勢力を取り戻しつつある。日本各地で刈り取りや抜き取りなどの駆除活動が展開されている。ちなみに北、アメリカでは逆にススキが侵略的外来種として猛威を振るっており、 セイタカアワダチソウなどのゴールデンドット類の生息地が脅かされている。ドイツでは第二世界大戦後アメリカ軍が持ち込んだものがライン側一帯などで大繁殖した。繁殖するにつれセイタカアワダチソウの根系を目当てとするネズミの活動も活発になり堤防に開けられたネズミの穴が原因で堤防が結界、小規模な洪水が生じるようになった。根から アレロパシー物質、シス DME を出し、ススキの生育を阻害するが、シス DME は、自身の種子の発芽をも阻害するため、最終的にはススキに負けるアレロパシーを有しており、根から、周囲の植物の成長を抑制する、化学物質を出す。これは、シス DME という名称で知られ、アルケン及びアルキンのカルボン酸エステルである。聖高和立草は、 千葉大学教授の沼田真によって日本初のアレロパシーの実験に使われ日本の植物で初めてアレロパシーが認められたことで日本のアレロパシーの代表的植物として名高くシス DME の働きは1977年に沼田によって解明された沼田真はドイツのハンス・モーリッシュが1937年に提唱したアレロパシーを 千葉の聖高泡立ち層で実証し、1977年の論文、植物群落と多感作用において、アレロパシーを多感作用の名称で日本に初めて紹介し、その概念を広めた日本の植生生態学の父である。沼田は聖高泡立ち層から発見されたシス、ス DME が聖高泡立ち層が生えている千葉の土壌にもも、PPM 存在し、 しかもすぐに土壌微生物に分解されることなく地中に止まり続けるアレロパシー物質であることを解明。シス DME は濃度が 10ppm を超えるとイネブタクサススキの生育を地上部、地下部ともに顕著に抑制する。ただし、これらの種子の発芽障害は起こさなかった。一方でシス DME は濃度が 10ppm を超えると 聖鷹和田地層自身の趣旨に対する強い発芽障害を起こす。このような背景から、それまで聖鷹和田地層が存在しなかった。戦後の日本で聖鷹和田地層が急激に広がったと、沼田は論文中で結論づけた。日本の急行地に侵入した聖鷹和田地層が、ススによって抑えられる運命にあることは、沼田が一般向けに出版した書籍、 図節日本の植生でも触れられている。ただし、乾燥した場所では、セイタカ聖高和立草がすぐにススキに抑えられるのに対し、湿った場所では、セイタカ聖高和立草の優先が長く保たれる。これは浸出したシス DME の作用によるものと、沼田は考えている。いずれにしても、草原にセイタカ聖高和立草やススキなどの多年生草本が優先する状態は長続きせず、繊維においては、 草原の最終段階であり、柿乱が起こらなかった場合は、普通10年程度で、赤松や白カンバなどの先駆者が侵入して、草原から低木林に背にする。湿地や酸性度が弱い土地のところを好むが、適応性が広く、かなり乾燥するところや火があまり当たらないところでもよく、生える。人の手が入った、空き地、急行電や川の土手、鉄道のバラスト軌道にもよく生えている。 林群が多い不栄養状態の土壌ではよく成長する。湿気が多い土地では根からアレロパシー物質が染み出すので、すすきなどの競合する多年性双方を抑えて強い。在来の湿地性植物群落にとって変わったような場所もあり、このような場所では駆除に苦労している。逆に林が少ない土地、共産性の土地、乾燥した土地では弱く、 競合する多年生総本に負けてしまう国立研究開発法人、農業、食品産業技術総合研究機構、農業環境変動研究センターの研究によると、聖高和立草は、日本の土壌環境には適していない。聖高和立草は、在来種のススキなどと比べて、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウムの体内濃度が2倍から3倍も高く、 これらの必須栄養元素の供給能力が低い。土壌では栄養不足に陥り生育できない。一方で人間が大規模な土地改変や肥料の投入を行ったところには好んで生育する。つまり戦後の日本で化学肥料や大型機械が普及し土壌が不栄養化するなど人間の活動によって日本の土壌環境が改変されたために 聖高泡立層が蔓延したのではないかと指摘している。土壌環境を変えると育たなくなる点を利用し、土壌に塩化アルミニウム粉末を散布することで。ただしこの手法を行うと野菜やカキの育成も阻害されるので、聖高泡立層を抑えるためだけに土壌に塩化アルミニウムを散布するのは現実的ではない。ハーブとして乾燥させた聖高泡立層 聖ダチ立ウも他の秋の麒麟相続の植物と同じく薬効があり、現地ではハーブとして使われる。花はハーブティになり、わかめを天ぷらなどにして食べられる。葉は春菊をもっと青臭くしたような味で、花は蜜があるので甘い。禁煙種のソリダゴソラダゴ SP が霧花用の観賞植物として用いられることがある。 聖高泡立ち草の花から採れる蜂蜜はゴールデンロットハニーと呼ばれる。冬前に大量の蜜と花粉を集められる最後の機械となるので、蜂と養蜂家にとっては重要な植物だが、特有の匂いがあるので、日本ではあまり食べられない。この匂いは、アンブレットリドという香水にも使われる物質が巣穴で濃縮されたことによるもので、トイレや靴下の匂いに例えられ。 特に未生成の状態ではとても食べる気にならないほど、臭いが味は美味であり、アメリカでは人気がある。カナディアンゴールデンロッドの名前の通り、カナダ名産で、ケベック州、オンタリオ州などが主な産地。薬草風呂にも使われる。サポニーを含んでおり、風呂に入れると本当に泡立つ。聖ワダ立ちウヒゲナガムシに寄生された、聖高泡立ち草軍配。 アブラムシ、ガの幼虫などの虫に食害されるほか、うどんこ病にもなるが2000年代以降、日本では1999年に日本への侵入が初確認された泡立ち草群梅による被害が特に著しい。2016年からの大串隆行の研究では、佐賀県では6月下旬に泡立ち草群梅による食害率が100%に達し、 聖高泡立層の最大の死亡要因であることが示唆された。2016年現在、泡立層群馬はまだ北海道までの侵入が確認されていないが、2011年には東北南部への侵入が確認されている。ありがとうございます。